さあ、敵にしてゾンビの弱点を暴いた唯一の男。あれれれ、一体なぜバレたのか。何してんのかな。それにどうやって再びここへ。ちょっとシンドリちゃん、なぜ前なんだろうか。まさかあの伝説をこの目で拝めるとは。これぞゾンビ作りの醍醐。ちょっとシンドリちゃん、なぜ前なのかしら。